皆様こんにちは、くだです。はい、ということで今回は仕事の休みの日に撮影しているんですけど、アンティークのパンの食べ放題に行こうと思ってて、朝早くからね起きて行こうかなと意気込んで寝てたんですけど、起きたら夕方の5時ということで、いやどういうことみたいな。いやでも、いやくだくんちょっと待ってよと、お腹の調子はどうなんだということで、まあお腹は空いてますよ。そうなったらもう24時間空いてるコンビニに走るしかないでしょということで、今回はねローソンの新作商品を中心に食べていこうと思います。いただきます。コクうまクリームパンです。ここにちゃんと新発売シールが貼ってありますね。うまい。クリームたっぷりってわけじゃないけど、パンの生地がふわふわで濃厚なカスタードって感じ、めっちゃうまい。塩焼きそばパンです。この前表参道茶屋で塩焼きそばいっぱい食べたんで、めちゃくちゃ塩焼きそばよく高いわけじゃないんですけど、焼きそばパンの塩バージョンっていうのに惹かれちゃいましたね。量が半端なくないですか。画面の8割ぐらいが焼きそばで埋め尽くされてるんですよね。いただきます。確かに塩焼きそばっぽいベーシックな味わいなんですけど、ソースと意外とそんなに変わんないですね。ボリューム感もめっちゃすごい。具材は何も入ってなくて焼きそばだけなんですけど、僕の大好きなブラックペッパーと青のりがまぶされてますね。何せもう起き上がる気力すらなくて、もう何にもしたくないみたいな。今日はベッドの上でもうずっとゴロゴロしたいみたいな、そういう日ってありません？月に1回か2回くらいそういう日があるんですけど、今日がその日で、で完全に起きたのが5時というね。言ってしまえばもっとゴロゴロできたんですけど、さすがにくだくん、こんな時間まで休みの日に何もしないのは人間として終わってるよと自分に言い聞かせて、健康診断総合評価 C の体を起き上がらせました。はい。まるでメロンパンみたいなシューです。表面はね、メロンパンの模様でカリカリっとしてるんですけど、裏側はちゃんとシュークリームって感じ。そのままかぶりつきます。いただきます。うん、メロンパンだしシュークリーム、面白い。これうわ、美味しい。これ中のね、クリームは濃厚というよりかは結構ね、軽い口当たりで、メロンパンの部分はちょっとね、サクッとしてて、あとはふわふわもちっとしてます。片揚げポテトの東京江戸味噌味です。ここに映ってる方がいると思うんですけど、これはね、有名なフレンチシェフの三國シェフといってね、僕もね、YouTube でよく見てた人なんですけど、幻の江戸味噌ということで、僕がね、この前、セブンイレブンの動画を出した時に、売り切れてたんですよ。ローソンで見つけることができました。色が濃い感じです。いただきます。あ、うまっ。うん、なんかいつもの片揚げよりも硬い気がする。 1.5 倍増しぐらいで硬い。あ、確かに味噌汁の味するな。日本には素晴らしい食材があり、豊かな食文化が根付いています。日本各地で大切に育まれてきた素材を大切に使い、特別な美味しさでお届けしますというね、三國シェフからのメッセージがございます。うん、美味しい。噛めば噛むほど味噌の甘みみたいなものが出てきて、癖になるタイプ。ゆるい回というか、ただ何もやる気が出てこなかった男が休日に好きなものを食べて元気を出すという、そういう回です。
そういえばね、美容室行ったんですよ。いつも通りの髪型というか。でも今回はね、あんまり赤色っぽく染まってなくて、控えめっていう感じ。ほら。さっぱりして、一週間ぶりに会った職場の女の子に、あれ？店長、痩せました？って言われたんですけど、全然痩せてません。むしろ太ってるかもしれない。髪切ったら痩せて見えるのかな？どうなんだろうね。フィナンシェ風パンケーキ、ホイップクリーム2個入りです。このパンケーキシリーズもほんと大好きで、学生の頃からよく食べてます。こんな感じで2枚入ってます。匂いがすごい。もうなんか、カロリー高そうな匂いしてる。甘い！とにかく。では、いただきます。半分に割りますね。あー、こんな感じでクリームでした。いただきます。これ大好き。中にはね、クリームが入っているんですけど、それ以外のものはね、特に入ってなくて、パンケーキ自体の香りとか味がね、めちゃくちゃフィナンシェ。うん。こちらも新作の麦濃いチーズケーキです。なんかね、今ローソンで3種類ぐらいチーズケーキの新作が出てて、そのうちの2つはね、売り切れだったんですけど、唯一残ってたこいつにしました。今ね、ちょうどコメントの通知が来たんですけど、何でも今食べ放題値段上がってるからみたいな、その部分だけ見えたんですよ。ほんとね、もう食べ放題最近値上がりしすぎ。富士屋もね、2700円だったのが今3200いくらとか。いやー、ちょっと厳しいですよね。なんか3000円超えてきたら、デリスの食べ放題とか、ダロワイユの食べ放題とか、そこら辺と並ぶんですよ。だから、めちゃくちゃちょっとハードル上がったなというか、ダロワイユとか、デリスって、少し高級路線なんですよね。でも、富士屋って、美味しいケーキをお手頃価格で食べれるみたいな、そういう路線だと思うんですよ。でも、そのケーキの食べ放題が、2000円超えて3000円台ってなったら、なかなかちょっと手出しづらいですよね。そういった意味では、今日行こうとしてたアンティークの食べ放題は、未だにね、858円で、オープンから11時ぐらいまでは、ずっと食べ放題できるんですよ。そう考えたらやばいね。めちゃくちゃ薄いかまぼこって感じ。お！裏側がなんかすごいことになってます。いただきます。うん！くるみかな？多分これね、砕いたくるみですね。うん、アーモンドでした。くるみとアーモンドってめちゃくちゃ似てるよね。うん。すごい独特な食感してる。最初口に入れた時はプルッとしてて、噛んでいくとベイクドチーズケーキみたいな滑らかな口当たりがやってくるっていう。サラダ休憩入ります。タンパク質が取れる蒸し鶏と卵のサラダです。これ美味しそう。ラスイチだったんですよね。やっぱりね、休みの日といえど、野菜は取らないとね。ゆで卵が丸々1個と、蒸し鶏とブロッコリーが入ってます。そして、そこの方にはレタスですね。ドレッシングもついてます。一旦ちょっとこれ食べて、0キロカロリーにしましょうね。蒸し鶏とブロッコリーと、ゆで卵っていうこのラインナップが最強。僕はね、サラダは、キャベツよりレタス派なんで、これはもう、理想のサラダという感じですね。ドレッシングはこういうタイプのやつ。何ドレッシングだろう、これ。玉ねぎドレッシングかな。ここに書いてた和風オニオンだって。なんか全部かけるのはカロリー高そうで、ちょっと気が引けるけど、5分の1ぐらい残します。0キロカロリーの雰囲気プンプンしてるでしょう。じゃあ、まずは卵からいけます。プリンみたい、この卵。うまっ。うますぎるぞ、これ。もっとでかい、親玉級のブロッコリー食べたいね。今度ゆでブロッコリー作ろうかな。野菜もオッケーだし、タンパク質も取れちゃうという、これ最高だね。
こちらも新作のクッキー&クリームチーズケーキなんだ。これ今知った。うわ、めちゃくちゃチョコのいい匂いする。チョコブラウニーとか乗ってたり。これなんだろう、この黒いの。お、硬っ。なんだこれ。クッキークランチみたいにサクサクしてる。こんな感じです。いただきます。僕が YouTube 始めたのが3年前ぐらいなんですけど、その時ってちょうどオレオクッキーを使ったチーズケーキっていうのが流行ってて、僕もねその流れに乗じて一回作ったんですよ、自分で。それの味がする。チョコクッキーのザクザク食感とチーズケーキの滑らかな味わい、少し酸味が効いてる感じ、まんまそれって感じ。でもね、チョコレートがめちゃくちゃ美味しい。これでもね、チョコの部分が結構甘いですね。みんなが思ってる3倍ぐらいザックザクしてる。これザクザク食感好きな人は超おすすめ。でもね、甘すぎるから好みは分かれそう。いい感じに減ってきて、残りこの2つですね。今ね、お湯沸かし始めたんですけど、こちら沖縄そばです。ファミリーマートで売ってたやつだと思うんですけど、その時食べた沖縄そばがマジで美味しくて、もう一回食べたいと思ったんですけど、その時にはねもう売り切れてて、あーまたどっかのタイミングで沖縄そば食べれたらなと思ってたら、今日ローソンに売ってました。これここにね2匹シーサーがいますね。何この指、めちゃくちゃダサくない、この指。これシーサー、沖縄の味をお届け。麺の美味しさをさらに追求しました。カツオとソーキ味だって。うわ、ソーキそば、これは絶対美味しいよ。うわ、めっちゃカツオ節の匂いする。カツオ節ってことは魚介ベースってことかな。ディファールさんの力を借りて今日も美味しいカップ麺を作ってもらいます。これをここで待ってる間に、塩豆大福仕立てのもち食感ロールです。塩豆ちゃんがたっぷり待機してますね。次は俺の出番だぜみたいな感じでずらずらっと行列ができてます。めちゃくちゃうまい。ちょうどね納品のタイミングでずらっとね10個ぐらいこれ並んでて、一個一個ねこの顔を見ながら選んだんですけど、結構ね個体差があるんですよ。豆がたっぷりもう3列ぐらい行列になってるパターンもあれば、こういう感じで1列に綺麗に並んでるパターンもあったり、いろいろあったんですけど、僕はねあんまりこの豆がね多すぎるのは好きじゃないんで、ちょうどいい感じのやつを選びました。最高です。豆加減ちょうどいい。程よいもちもち感とクリームの感じ、スイーツ欲をちょうど満たしてくれるんですよね。うん、残りの3つは明日の朝食べるか、編集しながら食べようかな。まだ多分4分ぐらいだけど、麺は固めが好きなんでこれで食べたいと思います。ちょっと太いでしょ麺が。カツオの香りがすごいよ。ソーキってどういう意味なんだろうね。このねピンクのものがねちょこちょこっと入ってるんですけど、多分これ紅生姜かな。うわー美味しそう。いただきます。嬉しい。ソーキそば、ちょっとお湯多かったかな。ちゃんと表示線のとこで押さえといたんですけど、僕はやっぱりね味濃いめ好きなんで、いつも表示線の1センチぐらい下で止めるんですよ。だからちょっとこれ味薄く感じちゃうかもな。麺がちょっと太いのはねすごくいいんですけど、ソーキそば感あるかって言われたらちょっとあんまりわかんないですね。普通にカツオベースの汁そばっていう感じ。結構優しい味ですねこれ。優しい味が好きな人向けのカップ麺ですね。この麺美味しい。4分でね引き上げたこともあって、ちょっとね固めに仕上がってて、少し太麺で固めの麺っていうのがねめちゃくちゃこれ合う。具材はねネギ、かまぼこ、卵っていう感じですね。あと紅生姜。あ、でもスープだけ飲んだらめちゃくちゃ美味しいな、これ。これ二日酔いに最高ですね。お酒が好きな人はこういうコメントしそう。うん、そんな味わいでした。ごちそうさまでした。
本日の第1位は片揚げポテトの幻の江戸味噌味。今日のラインナップはね、全部同じぐらい美味しかったんで、ちょっとね1位つけづらかったんですけど、美味しかったな、あの片揚げポテト。あとはね、この塩豆大福とか、もうちょっと味濃かったら、これもね美味しかった気がするな。今思い返してみれば。よかったらね、参考にして買ってみてください。本日もご視聴いただきありがとうございました。高評価、チャンネル登録よろしくお願いします。バイバイ。